する TV。 ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、毎月月末の金曜日は月1中本シリーズやってますということで、今月はこちらのお店です。どん千葉県市川市 JR 市川駅から徒歩2分くらいのところにあります蒙古タンメン中本市川店さんにお邪魔してます。こちら蒙古タンメン中本市川店さんは過去にも数度訪問しております市川駅近くの中本さんなんですけど、多種多様な限定トッピングを提供していて、最近なんとねとろろトッピングが追加されたということで、個人的にちょっと気になってまして、中本さんの辛さをマイルドにしてくれるとろろトッピング、ぜひ試してみたいなということで、早速チャレンジしに行っちゃいましょう。レッツゴー。ここは千葉県市川市市川駅。今回はこの市川市市川1丁目にある市川駅からすぐのお店に、市川市市川の地を歩いて伺いたいと思います。おはようございます。本日はですね、市川駅近くからお送りしております。蒙古タンメン中本市川店ということで、蒙古タンメン中本市川店、なんと住所は千葉県市川市市川ということで、何個市が並ぶんだっていう感じのお店になってるんですけど、なんかね、なんやかんやでね、この市川店僕3回目なんですよ。意外と来てんだよな、千葉なのに。でこちらの店舗ではですね、今年5月から11月までその中本をこう盛り上げようということで、まあ、毎月11日と22日何かしらのねプチサービスが行われているらしく、5月はねなんとミニチャーシュー丼が無料で提供されたみたいですね。チャーシュー丼無料って結構すごくないですか。まあ、6月以降も何かしらのプチサービスがね提供されるらしいんで、ぜひぜひ中本さんの公式ホームページなどをご覧くださいということで、着きましたね。行きましょう。さあ、蒙古タンメン中本市川店さん、初ゲストです。今回は限定の冷やし味噌タンメン辛さゼロと、最近追加されたとろろトッピング、さらにフライドオニオンと半ライスをプッシュしました。蒙古タンメン中本さんでは公式アプリがあって、ポイントを貯めたりお得なサービスを受けることができます。さらにこんな写真を撮ることもできますよ。これはアプリを導入しない手はないぞと思いながら待ってるぞ。こちらが蒙古タンメン中本市川店さんの冷やし味噌タンメン辛さゼロと各種トッピングです。ズゴー。中本の冷やしはつけ麺という意味で、決してつけ汁が冷たいという意味ではないと、もう一度言っておきます。つけ汁にはとろろが乗っていて、一体どんな効果をもたらすのか楽しみすぎるぞってことで、いただきます。ではまずオンリーメンスリーしてみると、水でしっかり締められているので表面プリッと、コシも強め。そしてお次は早速麺をつけ汁へとくぐらせて、よっしゃスルー、ならん。辛さはゼロでありながら、中本らしいパンチとコクのある味噌味で、思ったより粘度はなくサラサラとしていますが、それでも味噌のパンチはしっかりとあって、うまい。中本さんのベースの味噌のうまさを改めて再確認させてくれる代物で、0と1の冷たいデジタルな世の中になっている今、心を温めてくれる。中本特製の麺も風味の良さを示してくれて、たまらん味わいを堪能しつつ、今度は気になっていたとろろをがっつり麺に絡めてすすってみましょう。そらん。味噌味にコクをプラスするだけでなく、ズボンと勢いよくすすれて、大幅にすすり心地がアップ。時折フライドオニオンを絡めてみれば、甘みとザクザク食感を加えてくれて、ナイスアクセントのナイストッピング。そして今度は野菜をがっさり絡めてすすってみると、どっぷり味噌味をまとっており、うまいのなんのってパスワードイズゼロ。やっぱり中本に来たら野菜も補給しなければなりませんな。てな感じで、やっぱり辛さが欲しくなったすするは北極プチスープを追加でオーダー。そして漬け汁に投入。すると漬け汁が中本レッドへと変わっていけ、すすってみれば辛くなるだけではなく濃厚な旨味が発生。やっぱり辛いのもうまいよねと再確認させてくれて、後半戦になってもすすりの速度は加速しっぱなし。さすがに汗もかいてきて、一旦拭こうとして取り出したこのタオル、蒙古タンメン中本タオルです。いいでしょう。というわけで、赤いタオルを首にかけて燃える闘魂スタイルになったすするは、ライスもどんどんかき込んじゃって、正直今ライスのことを書くまで存在を忘れていたことを素直に告白します。これで心が清らかになったことによって、一気に食欲は解放され、
近年まれに見るがっつきを見せて爆食街道をまっしぐらに進んでいくと、本日も完食です。大変美味しくすすれました。久しぶりの辛くないメニューと初挑戦のとろろトッピング、どちらもバッチリ美味しかったです。それではコスレオウ。はい、ごちそうさまでした。いやー、蒙古タンメン中本市川店さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。今回ね、とろろは確定してたんですけど、どのラーメンを合わせようかと迷ったんですけど、店主さんからとろろトッピングをするならば冷やし系のメニューが合うよと提案してもらって、あ、ちなみにね、冷やしは中本でいうところのつけ麺です。あの、つけ汁が冷たいとかそういうわけではないのでご注意ください。そんなわけで今月の市川店限定の冷やし味噌タンメンゼロなる火辛メニューにとろろトッピング、さらにね、後半やっぱりこう辛い要素が欲しかったので、北極のプチスープも追加しました。今回ね、久しぶりに中本さんの火辛メニューいただいたんですけど、火辛っていうのは辛くないメニューってことです、ね、改めて中本さんのベースとなる味噌味の美味しさを発見できる一杯で、コクのある味噌漬け汁と提供前に炒める香ばしい野菜の風味がしっかりとマッチした漬け汁でしたね。中本特製の中太麺がとろろの入った漬け汁としっかりと絡んで、滑らかでね、こうズルンとしたすすり心地もたまらなく美味しかったです。途中からプチスープを投入すると中本さんの激辛味にしっかりと変化して、最後はね、北極のおかげで体も温まって汗をかきつつ完食できました。多種多様なトッピングが魅力的な市川店、これからもね、目が離せないですね。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッチフレーズ、蒙古タンメン中本市川店さん、トロロキングや、トロルキングみたいな、トロルとトロルキングドラクエですね。どうもチャルゾーです。のびです。編集後期、はい、本日のお店は蒙古タンメン中本市川店さんです。ありがとうございます。2週目ですよね、もう制覇編というか、そうだね、もう全部終わったんでね、はい、はい、ということで今回は辛さゼロの冷やし味噌、あえてね、はい、あえて辛さ、あのね、とろろがあってトッピングので、それがなんか辛さないのが合うよということで、ゼロのものをね。なるほど、はい、まあ、冷やしといってもね、そう、冷やし麺のことを冷やしと言います。そうです、あの、冷たいわけじゃないので、あ、まあ、冷たいのにとろろも合いそうだけど、ね、確かにな、合いそうですが、いや、はい、ということで市川市、市川市、市川、市川、市川店です。市川市、市川にある市川店。そうですよ、市ばっかり。あ、すごい、ね、JR 市川近くのね。一回みんな書いてみ、市川市、市川、市川って。すごい気持ち悪かった、原稿書いてて。市川市、市川、市川、やばいね。もう市がゲッチタルと崩壊ってあんまないからね、あんなすっきりしたやつ。柿とかに見えてくるもん。川もなんか記号に見えてくるから。一度なんかその間を取りなす記号。バグったんかな、そう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 。